シ l エル・ムーアは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家、ファンタジー作家。本名は、キャサリン・ルシール・ムーア同人誌、ザ・ファンタジーファンにてムーアが女性であるという事実が、明かされ、サム・モスコウィッツ、シーカーズ・オブ・トマロによると、これによりムーアは、SF 界において、フランケンシュタインの作者、MW ・シェリーに次ぐ数用な女性の地位に置かれる、ことになったのだと述べられるようになった。 1936年、当時、ビアード・テイルズの新映作家であったヘンリー・カットナーは、ムーアを男と勘違いしたままファンレターを書き、ロバート・ブロックやフランク・グルーバーを交えた交際の後、二人は1940年に結婚した。カットナーとムーアは、結婚前から合作による作品を発表するようになり、結婚後は、ルイス・パジェットをはじめとする多数のペンネームの下に、作風、 投稿する雑誌を変えて大量の合作を行った。この活動はやもすれば有望な新人作家がカットナー夫妻の新しい別名に過ぎないのではないかと疑われるというチ現象を招いた。パジェットはユーモアものを発表する際によく使用された名義で、この名義での代表作にはホグベン一家シリーズがある。 カットナーの関与の度合いが薄いものについては、ローレンス・オドネルというペンネームをよく使った。結婚後には単独作は少なく、むしろカットナーの共作者として働いた。カットナー名義の作品の中にも、ムーアの書いたものが含まれるとも、自身で語っている。有名な合作作品としては、ボロホーブは、ミムジーや、ヴィンテージシーズンがある。ノースウェスト・スミスシリーズの一編。 スターストーンを求めても合作している。1956から57年には、マイケル・グレイという精神分析学者が主人公の合作ミステリー小説4作を発表。1957年、新世界の霊名が最後の長編小説となった。1958年にカットナーが亡くなると、ムーアはほとんど創作活動をやめ、夫が講師を務めていた南カリフォルニア大学の 創作講座を引き継いで4年間務める。またテレビの脚本に転じマーベリック、サンセット77などを書いた。1963年に、作家ではないトマス・レジーと再婚すると、完全に執筆をやめ、カリフォルニア州のパサギナに住んだ。1981年、世界幻想文学対象障害厚労賞を受賞。晩年ムーアは、アルツハイマー型認知症を患い、 1987年4月4日、ハリウッドの自宅で亡くなった。代表的な作品の一つは、犯罪者で冒険家の主人公、ノースウェスト・スミスを主人公とする太陽系を舞台にしたシリーズで、もう一つは中世ヨーロッパを舞台に、ジョイリーのジレルを主人公としたファンタジー系の処女戦士、ジレルシリーズである。後者は、剣と魔法もののファンタジーとしては最初期の、 女性主人公の物語だった。ノースウェスト・スミスシリーズで最も有名な作品は、シャンブローで最初に売れた短編でもある。ビアード・テイルズ氏1933年11月号に掲載され、彼女はそれで100ドルを手に入れた。幻想的、短美的な作風を持った、シャンブローは、活劇死体であった、当時の SF 中では異彩を放っていた。計十二編の続編。 すなわち、ノースウェスト・スミスシリーズは、ムーアの代表作であるとともにスペースオペラのマスターピースの一つに数えられている。この作品の一つ、スターストーンを求めては、作中で、スミスの口ずさむ、地球の緑の丘の歌詞に触発されて、RA59 イイが、ムーアの許可を得て、同名の作品を書いたことでも知られる。諸女戦士、ジレルシリーズの舞台ジョイリーは、 エルスプレーグ・ディキャンプによると、14世紀100年戦争の頃のフランス西部の架空の小王国で、ジレルはその女王であり、男をしのぐ剣の腕と勇猛さを持つ女戦士である。最も有名な作品は暗黒神の口づけで、ビアード・テイルズ氏1934年10月号の表紙イラストになっている。初期作品は当時としては珍しい感覚的。 感情的な描写が特徴だった。1940年代にはアスタウンディング誌にも作品を発表した。アスタウンディング誌に掲載したいくつかの短編を集めた短編集ジャッジメントナイトが1952年に出版された。アスタウンディング誌1943年の8月号と9月号に連載された長編で未来の銀河帝国を舞台とした冒険者。 ザコードは、ファウストを現代風に解釈し、ラブクラフト的な恐怖で味付けした短編。プロミストラントとエアアパレントは、人類が太陽系に広がっていく際に、経験しなければならないシレを描いた短編。パラダイスストリートは、孤独なハンターと入植者の衝突という西部劇的な物語を未来に置き換えた短編。ノースウェストスミスシリーズ、ノースウェストスミス参照。 処女戦士、ジレルシリーズジレイル・オブ・ジョイリー、長編、短編ルイス・パジェット名義の作品は、ルイス・パジェット参照。ありがとうございます。